皆さんこんにちは。レック専任講師の弁理士の吉村です。皆さん今日は、論文本試験本当にお疲れ様でした。またご足労いただきまして、またご視聴いただきましてありがとうございます。で、今日はですね、私から口述論文の総評と、あと口述ということで、20分ぐらい前説的な感じでお話しさせていただきます。ただですね、私からはですね、論文の総評は、他の先生にお譲りしまして、私から主に口述のことについてお話しさせていただきます。私は口述専門の受験指導をやらせていただいてます。私合格したのは平成18年なので、それから15年ぐらい口述専門でずっとやっております。口述専門ということでどうぞよろしくお願いします。でですね、私がここから今から皆様に申し上げたいのはただ一つでございます。ただ一つの主張は、口述試験をなめてはいけない、ただこれだけでございます。でそれをですね、今から20分かけてちょっと説明させていただきます。で、口述なめちゃいけない、口述しっかり取り組んだ方がいい理由は主に2つあります。2つで、1個目の理由がですね、みんな勉強した上での合格率9割超えなんですよね。みんな勉強した上で9割超えなんですよ。勉強してなかったらちょっとね、9割下がっちゃうかもしれないみたいな難しい試験です。で、2つ目はですね、口述試験の、インプットのアウトプットの質が今までの担当試験、論文試験とちょっと違うんですね。インプットとアウトプットが口述試験でちょっとだけ特殊なので、皆さんの今のお持ちの知識を口述用にね、再構築しなきゃいけないんですね。それに非常に時間がかかる。で、この主に2点で口述試験大変だよと。で、まず1個目の理由についてちょっと掘り下げて説明させていただきます。で、1個目、みんな勉強している上での合格率 97% というお話なんですけれども、皆さんご存知の通り、口述試験の合格率結構上がってます。どのくらいかと言いますと、こんな感じですね。見てみましょう。こんな感じですね。平成22年、23年、24年ぐらいは 60% から 70% ぐらいで非常に難しかったんですよね。で、その後はもう合格率は上昇の一途で、90% 超えが5年連続続いております。で、去年の合格率とか見ると、95.6% っていうことで、余裕じゃんって話なんですよ。95% 受かるような簡単な試験なんでしょって一見思うじゃないですか。で、しかも口述の勉強ちょっとやれば分かると思うんですけれども、口述試験って法文集見て答えていいってことになってるんですよね。だから何か分かんないことがあれば法文集参照していいんですよ。で、それで回答すればいいので、なんだこれ、暗記も必要ない非常に簡単な試験じゃないかって思う方がいるんですよね。で、それがね、全然そうじゃないんですよ。でですね、皆さんこの口述試験とか弁理士試験の合格者って、皆さん勉強比較的得意な人たちが多いですよね。合格者の出身大学見ても、東大、京大だったり、早稲田だったり、東工大とかだったりとかして、比較的勉強得意な人たちが集まってるんですよ。で、周りのそういった合格者の方に聞いてみると、いやいや口述なんか全然勉強しなかったよみたいなね、合格しなかったけど受かったよみたいなことを言うんですけれども、それ鵜呑みにしちゃいけないんですね。彼らはそのやってないやってないって言いつつも、それやってない詐欺で、実はねむちゃくちゃ陰でやったりとかしてるんですよ。で、それを鵜呑みにしちゃいけないんですね。で、それを鵜呑みにすると運が悪いと落ちます。で、14年ぐらい前か15年ぐらいに、私もなんとそれを鵜呑みにしてたんですね。口述楽勝じゃんと、今言ったような理由で9割受かるんでしょと、で、条文見ていいんでしょと。で、私はですね、全然勉強しなかったんですよ。で、ただ全然勉強しなかった中で、口述の練習会とかね、会派のとか、皆さん合格を受けるんですけれども、それで受けて、いいんじゃないみたいな感じでね。っていうか、口述試験は人間としてまともに受け答えできれば受かるから、君きっと大丈夫だよとかね、先生言ってくれたんですよね。で、それを私鵜呑みにして全然勉強しなかったら落ちました。
で、口述落ちた人間が、まあ、口述のね、こういった感じで対策やらせていただいてるんですけれども、私のようにならないでいただきたい。一人でも口述合格してほしいという気持ちを込めて、ずっと合格後、この仕事を続けさせていただいてます。で、みんな勉強してるんですよね。で、なので、これで皆さん、よくあるパターンは、まあ、合格後ね、ガイダンスとか今から私やるので、それでね、すぐ口述どんなものかっていうのは学んで、すぐ必要そうだったら対策始めるっていうのがベストなんですけれども、口述やんない人のパターンは、論文発表までずっとやんないんですよ。で、論文の合格の発表が今年1月29日にあります。1月29日にあって、口述の本試験が3月の20日から22日のいずれかの日にやるんですね。で、論文発表から、論文合格発表から口述の本試験まで3週間ぐらいしかないんですよ。20日ちょいしかないんですよ。で、あ、合格した。じゃあ今から気持ちを切り替えて口述やろうとか言って3週間しかないわけですよ。で、それがね、全然時間足んないんですよ。で、やってる人はやってて、その今年だと、まあ、11月の下旬ぐらいからみんな始めるんですよね。で、その11月下旬から始めた人、もしくは冬休みぐらいから始めた人と、その1月29から始めた人だと、全然やっぱりクオリティが違うんですよ。やってる人は、そのやってる分だけでだいぶ上で、やってないので不利なんですよね。明らかにやってないなみたいなのが分かってしまうので、そうなってしまうと結構ね、口述ね、意外に勉強やることが多くてあたふたしたりとか、ちょっと難しいなって思っちゃうので気をつけましょう。で、口述試験舐めない方がいい理由2つ目なんですけれども、口述試験のインプットとアウトプットの質が異なるというお話をさせていただきます。で、今年のですね、じゃあ令和2年度の衣装法の第1問目見ましょうか。で、まあこの問題がありまして、衣装の問題1で、まあ、関連衣装の法改正部分が聞かれたんですけれども、法改正、関連衣装の法改正のその頭の整理が前提として、まあ、9条1項や2項の適用があるかみたいな感じで9条をね、検討された方多いと思うんですけれども、うまくできたでしょうか。で、9条は担当論文だとそんな感じでね、うまくこう自分の中でこれはダメ、バッ、OK みたいな感じで判断できる程度に認識していればいいんですけれども、口述試験では衣装法の9条1項はこんな感じで聞かれます。で、ちょっとやってみましょう。で、すいません、目が張ってしまいましたので申し訳ないですけど、じゃあそちらの方ちょっとお手伝いください。口述試験こんな感じで聞かれます。皆さんも自分が聞かれたと思ってちょっと頭の中で答えてみてください。9条1項を条文の通りに正確に答えてください。ちょっとできれば大きめな声でお願いします。正確にですよね。正確に、はい。でも正確無理なんで、まあ、できる限りで大丈夫です。衣装登録出願をしたものは、はい、衣装登録出願をしたものは、はい、いいですよ。再選の、はい、出願をした者に限り、再選の出願をした者に限り衣装登録を受けることができるとお答えいただきました。ありがとうございます。で、なんとなく今の回答で9条の意味は通じるじゃないですか。合ってますよね。で、ただ口述試験的にはこれがダメとされています。問題は9条1項条文の通り正確に答えてくださいという問題なので、こんな感じで回答をする必要があります。9条1項条文の通り答えてください。はい、同一または類似の衣装について異なった日に2以上の衣装登録出願があったときは、再選の衣装登録出願人のみがその衣装について衣装登録を受けることができる。で、こんな感じで回答しないと条文通り回答することにならないんですよね。で、これが過去問で結構品質しまして、
昔からよく聞かれる問題なんですけれども、これ過去問に出てるっていうただそれだけで、やってる人はこれやってるんですよ。条文見ないで回答することができるまでインプットしてるんですよね。っていうこのインプットが今まで その皆さんやってきた担当論文と全く質の異なるインプットとアウトプットじゃないですか。でこれ訓練しないとできないですよね。論文合格発表後に3週間でこれ9条1項だけじゃなくてこういうようなのがいくつかあるんですけれども、それをインプットアウトしようとしても無理なわけですよ。でちょっとコツがあって、口述試験ってあんまり情報が出回ってないんですけれども、私この仕事ずっとやってて、いろんな合格者の方とか皆さんこの口述のその再現答案みたいなの作っていただくんですけれども、それを私全部見てフィードバックさせていただいて、皆さんがそのどういったところが間違いやすくて、どういったところをミスすると試験員から突っ込まれるのかっていうのが大体もう分かってます。でそういうのをですね、こうやって予備校の試験で教えてきます。で同一または類似の異常について異なった日に2以上の異常登録出願があったときは、でこの異常登録出願っていうのがポイントなんですよね。これね、単に2以上の出願っていう感じで略すと、こう条文に正確に言ってないことになるので、試験に言ったらちゃんと出願、もうちょっと正確にみたいな感じで異常登録っていう言葉を求めてきます。なので口述試験では異常登録出願っていう言葉を使いましょう。でこれ論文試験だと記載量を減らすために単に出願 A とか出願 B とかね、略しちゃう方が多いと思うんですけれども、口述試験はそうじゃないです。異常登録出願ってちゃんと言いましょう。があった時は、再選の異常登録出願人のみが、ここの出願人もですね、ちゃんと異常登録出願人、異常登録って言葉を言わなきゃいけないんですよね。でのみがその衣装について衣装登録を受けることができる。でこのその衣装についてっていうのが条文の後半にあるっていうのと、この文がなくても意味が通じちゃうので抜けがちなんですよ。なんでこのね、抜けるところを気をつけましょう。同一または類似の衣装について、この後に2以上の衣装登録出願があったときは、最善の衣装登録出願にのみが衣装登録を受けることができるって抜かしちゃってもこれ通じるじゃないですか。なのでダメです。ここはですね、一緒、再選の衣装登録出願人のみがその衣装について衣装登録を受けることができる、この文を抜かさないようにしましょう。またですね、単なる登録を受けることができるじゃないんですね。ちゃんと衣装登録、衣装登録を受けることができると言いましょうみたいのがありまして、今のがこの間違いやすいところとか、これまで試験員に突っ込まれたところ、もっと正確にって言われたところをこう挙げました。でこういうのって、さっきも言ったけど時間かかるじゃないですか。なんでこれ口述試験のインプットの質が違うよというお話でした。こういうのを やっていくのが口述対策でございます。で2つ目なんですけれども、アウトプットの話ですね。口述のアウトプットで今言ったようなのを頭で理解して、じゃあそのなんか9条1項答えてくださいって言われた時にできるかどうかっていったら、それまた全然別の話なんですよね。自転車の漕ぎ方や水泳の仕方を本で読みました、人から教えてもらいました、じゃあそれできますかって言ったら練習が必要ですよね。皆さん論文の書けるようになったやり方を覚えていただきたいんですけれども、まずね、論文試験っていうのはこういう問題が出ますっていうことで、基礎レジュメとか論文レジュメとか覚えたと思うんですよ。で、分かった、この手の問題が来たらこう書けばいいんだみたいなのを理解した上で、じゃあ論文の討論とかに参加して書けたかっていうと、またそれ全然別ですよね。限られた時間にそのブワーってこう長い文章を読んで、限られた時間で答案構成し書くっていうのは練習しなかったとできなかったと思うんですよ。で、その口述の練習会じゃない、論文の練習会に参加してどのくらいでできるようになりましたか？センスの人はすぐできるようになるんですけども、普通の人は特に私、センスのない私とかだと10回とか20回とか受けてだんだん上手くなってたと思うんですよ。で同じことが口述についても当てはまるんですね。でいきなりこういう感じで答えるんだっていうのが分かっても、いざねその対面で問われるとなかなか緊張して、ね、うまくその力を出せないんですよ。たくさん口述練習しないとダメです。で皆さん勉強得意なので、インプットは皆さん得意なんですけれども、ついついですね、アウトプットにあんまりこう時間が足らなくて、口述落ちちゃった方の話聞いていると、インプットは良かったんだけどちょっとアウトプットのね
ちょっと足らなかったから慣れてなくて自分の力出せなかったなみたいなふうに残念だったなみたいなことを思う方が結構散見されますということで、アウトプット多めにしましょう。アウトプットが重要なんですね。でこれがアウトプットインプットの質が違うので、また改めてこう皆さんの知識を再構築して練習していただく必要がありますよっていうのが、これ口述難しいポイントの2つでございます。で今すぐやれとは言いません。さすがに人間なので休息が必要だと思います。皆さんこの論文試験に向けていろんなものをこう犠牲にされてきたと思うんですよ。プライベートであったり家族であったり仕事であったり趣味だったりいろんなことを犠牲にされたと思うので、まずはですね、そのプライベートや仕事や家族だったり趣味だったりにちょっと時間をね使って、まあ、リラックスしてください。一度お休みしてください。で落ち着いてはぁって一息ついたところで、そういえばなんか口述落ちの講師が口述やれって言ってたな、でも口述どうなんだろうみたいな感じで思ったらですね、ちょうどその頃にもうちょっと口述っていうのはこういうものですよみたいのを説明するガイダンスっていうのは無料ガイダンスがあります。11月11日水曜日19時から20時30分で、11月の25日の19時から20時30分、梅田では11月15日日曜日の16時から15時半に無料ガイダンスでもうちょっと口述のお話しさせていただきますので、これも何かの縁だと思ってですね、ガイダンス受けていただければと思います。であとですね、これ皆さんからよくある質問なんですけれども、それはですね、口述じゃない、論文受けたかどうか、合格したかどうかわからないと、50-50 であると。で口述の勉強をした方がいいのかどうかよくわかんないんですけど、どうしましょうかっていう皆さんね結構疑問をお持ちなんですけれども、それについてはもう回答決まってまして、迷ったらやるでございます。でなぜならば、その口述勉強をやらないで毎年毎年ですね、全然口述の勉強してないんだけれども論文落ちたと思ったら受かっちゃってました、先生どうしましょうみたいな方が論文合格の時絶対いるんですよね。でその時に3週間やるのってさっき言ったように結構大変なんですよ。ギリギリなんですよね。なんでもう迷ったらやるでいいと思います。で口述の勉強は条文青本って非常にベーシックなので、受験勉強に役立つのはもちろんのこと、中には合格後の実務でもその条文青本をねしっかり読んだ覚えたっていうのが非常に役立ったっていう方もいらっしゃいます。でそんな感じでですね、迷ったらやるっていう方向でやっていただければと思います。はい、で私の以上話は以上でございます。一緒に口述試験最終じゃない弁理試験最終合格目指して頑張っていきましょう。皆さんお疲れ様でした。はい、始めてよろしいですか。はい、皆さんどうも、まずはちょっとね、私大丈夫だね、体温は今日は 36.22 ですから大丈夫です。まずね、ということでマスク取らせてもらいますね。新宿エルタワーが本拠地ではあるんですけどね、歌舞伎町にも行ってませんのでご安心ください。はい、それでは皆さん、まずは2020年の論文本試験、お疲れ様でした。はい、さあそれではですね、いよいよ回答速報会、論文特日から行ってみたいと思います。で今あれですかね、皆さんの手元には この答案構成ってやつが言ってるんですか。これ大丈夫ですか。じゃあこれに準拠して解説をしていきたいなとこのように思います。それでね、私ちょっと誤算だったのはねちょっと私ほら新宿エルタワーがホームなんだけど、蛍光ペンセットを忘れましたんで赤と黒だけでいきますね。まあ何点になりますよ。はい、それで問題は皆さんも手元に自分のやつがあると思うんでね、それを手元に置きながらこの答案構成も見てほしいんだけどね、ちょっとね時系列はもう時間がないから書かないけど、まずね、設問1、設問2、これ似てるんですよ。一言で言うと
新総令が、なんていうか、功を奏するかどうか、新規制創設の例外の適用を受けることによって、拒絶回避できるか否かという、ただそれだけなんですよ。で、これね、担当にもよく出るじゃん。どういうことかというと、自分で公地にした分は、新総令でカバーできるでしょ。ところが、他人が公地にしたものについては、カバーできない。もちろん、自己の行為に起因して他人が、同じやつをね、公地にすればいいんだけど、他人が自分で捜索してそれを公地にした場合にはね、もう新総令の効き目がないですよね。それを聞いてるんですよ。だから担当でよく出るところを論文で聞いたみたいな。はい。ということで、ちょっと赤ペンでいいですか？ほら。根拠とならないというのは拒絶されないということだよね。だから自己の行為に起因して、公地になってるから、これは新総令の効き目があるということなんですよ。で、設問2の方はね、これは、オツが自分で独自に、ここはポイント、ほら、オツがね、独自に、発明してるんですよ。なので、公の新総令の効き目がありません。残念ながら。なので、はい、黒。拒絶されちゃうよね。これは残念ながら。ねえ。いいんですか？すみませんね。今ちょっと蛍光ペンが入手できましたんで。ちょっとね、やっぱ馴染みがありますんでね。これも青で塗るところですわ、ほら。ねえ。うん。で、拒絶されないところは黄色で塗っちゃおきますかね。ただそれだけの問題ですよ。だから、これはね、サービス問題かなと思います。はい。じゃあ次。これもね、そんなに難しくないんだけど、パリ優先権というかね、ちょっと、図書けばわかるんだけど、要は、第一国主眼と、第二国主眼に挟まれた相手方の主眼がいるっていうようなシチュエーションだよね、これね。オツがパリ優先権勝します。で、第一国主眼と第二国主眼の間に、コウがいるっていうシチュエーションでしょ？ただそれだけです。なので、結局ですね、挟み撃ちにあってる甲の巣が X は拒絶されるんですよ。ちょっとこれね、拒絶されるんで青かなんかで、ね、ほら、結論だけでもいいから、青で塗っとこうや。こうやってね。で、あとは根拠条文ですわな。で、根拠条文はね、これ一応二つ挙げてますよ。ちょっとこれアンケート。いい？皆さんちょっと手を挙げてほしいんだわ。で、選択肢は3つです。ね。はい、29条の2だけ挙げた人と、39条だけ挙げた人と、両方挙げた人ね。ちょっと聞いてみますよ。もちろん両方挙げなかった人っていうのも、ね、それは聞かないわ。ちょっと気の毒だからね。はい。じゃあまずね、39条だけ挙げた人どのぐらいいます？そんぐらい。ちょっと少数派かな。肉の2だけ挙げた人どのぐらいいます？はい。ちょっと多かったね。両方挙げた人。あれ、なんか、俺の予想だと、これが一番多いかなと思ったんですよ。両方挙げるのがね。でも、肉の2だけ挙げた人と、肉の2と3級挙げた人が大体同じぐらいでしたね。今、手挙げたのが。で、3級だけっていうのが少数派でしたね。レックとしてこういうふうに出してるってことは、これでいいんだけど、ただ私個人的な意見です。個人的な意見ですが、今年も出ました、これ。はい。ちょっとこれね、紫で塗ってください。ね。図に乗って紫で塗ります。蛍光ペンが入手できたんでね。ほら。ただし、あえて仮定し論じるまでもない。出ましたよ、今年も。ね。最近これがね、トレンドだから、皆さんこれ気をつけろよと。仮定形で書くなよと。そうするとよ、ちょっと、気になるのはよ、39条ってちょっと仮定形で持っていかないと、肯定できないんじゃないか？だからこれちょっと無理があるんだよ、ほら。設定登録された場合にはって、これ仮定形でしょ？だって現時点で仮定形で持っていかないとさ、まだ出願継続中だから、無理じゃん。で、その一方で、29条のように全然設定登録されなくていいでしょ？だから、私はこっちの方が優先度は高いと思う。肉の利が必須だと思います。で、もちろんね、
審査員が、審査員というか試験員がね、まあ39でも確かにいなと、優先権の利益で、おつのが優位だから、まあいいかって考えてくれるか、それとも、おいおいと、あえて仮定し論じるまでもないよ、無視しとんな、こいつは、つって、大把握ミスにするか、そこはちょっとね、なんか、運命の分かれ道じゃないけど、ちょっと微妙なところはある。そこはね、個人的に。だから、これ俺の考えですよ。俺だったらね、俺が皆さんのように受験生だったら肉の荷しか書かないね、今日の問題は。と思います。で、あともう一つね、ちょっと審査基準も見てみました。ちょっとすいませんね、アナログ的に手書きで書いてんだけど、審査基準第3部第4章、宣願っていうところの P5 に、4点、括弧2っていうところにね、肉の荷が適用される場合には39条の適用はないって書いてるんですよ。わかります？ちょっといいか、肉の荷が適用される場合には39条は適用されないって書いてるんですよ。これあくまでも審査基準ですよ。その条文にはそんなこと言ってないんで、その条文レベルで考えると全然両方書いて問題はないんだけど、審査基準はこう書いてる、明らかに。そういった意味でも私は肉の荷を優先的な順位として、肉の荷、これに軍配を上げるかなと思います。はいね、はい。まあ結果的にほら、いや先生両方書いても受かりましたよとかね、39条だけでも受かりましたよっていう人は出てくると思うんだけどね。一応私の意見です、肉の荷。はい。で、次ですけどね、次も肉の荷の問題なんですよ。ほらね、結局いやよシリーズですよ。ほらね、で私はね、最後の悪あき道場でもね、なんか最後の方で外国語特許出願のいやよシリーズのね、問題やったでしょ。後が国内、先が国際のパターンとね、その逆やりましたよね。それっぽいのが出ましたよ、これ。ただそれだけで、気をつけるべきはね、条文かな。ほらこのいやよの13っていうのをね、出してほしいなと。そのぐらいじゃないですか。一応国際特許さんらしさを出すためにね。あとはほら、国内と同じように肉の荷の当てはめが、だいたい5つぐらい要件がありますからね、そこをこう丹念に書けるかどうかでしょう。はい。さあ次です。次はね、あれでしょ、この誤訳訂正が一番のメインですよ。これちょっと赤の四角で書くってほしいんだけどね、もう これがもう二重丸ですよ。もう絶対これ出してほしいのよ。ただ気になるのがね、これ公が主人公ですわね。で公はオツと違って在外者なんだよね。で皆さんも不思議に思ったでしょ。ああ在外者といえばね、いやよの11あたりがどっかで出ないかなと。だからこれどっかでやっぱ出したいわけですよ。そうするとこの説問でね、ほら一応書いた方がいいかなと。でちょっとこれ正直で手挙げてくださいね。これもうね、誤訳の訂正は絶対これ、もうこれ落としたらちょっと致命傷なぐらいの項目ですわ。ただね、ちょっと管理人のを聞いてみたいです。管理人までちゃんと挙げた人どのぐらいいます？あれあんまりあんまりないねそうですか。これ上げた頃はいいと思うよ。ただ誤訳訂正が二重丸だから、まあ一重丸ぐらいにはしとくけどね。あらちょっとあれよね、残念よね、少数派ですね、上げた人ね。でもこれは私はね、最後の一週間やるサルベージゼミっていうやつで、いやよの11ね、第何回目か忘れましたけど、シリーズで出しましたよね。慣れてたと思うんですけど。ね。そうなんですよ。やっぱね、管理人ね、衣装でもなんか管理人が必要なんじゃない？あ、衣装じゃない、失礼しました。商標。ね。商標でしたっけ？どっちか忘れましたけど。管理人が好きですね、最近ね。平成30年も管理人出てましたけどね。はい。それはおそらくあれじゃない？皆さんもほら、弁理士になるとさ、外国人の代理人を務めることもあるだろうからね。まあそういうこともあって、ちょっと特管に意識してくれよということなんだろうかね。はい。ということで、まあ特日の、1の説問1シリーズが終わりました。はい。で、今度はね、まだあります。すみません。裏面にね、なんかありましたわ。はい。で、これはね、皆さん、誤訳訂正による補正ですから、もう釈迦に説法ですけどね、
原文の範囲でできるわけですよ。原文の範囲で。ええ。なもんだから、ちょっと赤でね。普通だったら翻訳文超えたらアウトなんだけど、原文の範囲でいいぞということを根拠づける条文として、あ、これね、すみませんね。4級の6ですわ。4級の6、いやよの18で読み替える。ね。いやよの18で。ただね、49条6号とか、いやよの18でもともと悪い条文だよね、拒絶理由で。だから私はちょっと青か紫で塗っておきたいなと思いますけども、とにかくなんだ、いやよの12の方ではないということです。いやよの12の2項だっけ、翻訳文の範囲ですよではないということですね。原文の範囲でいいんだから。で、ですね、なんか申し訳程度にこの問題がね、条約の規定も根拠を付して説明せよ。何気に最近ね、何らかの条約の条文上げなさいっていうのがトレンドですね。はい。ちょっとこれはね、俺もね、ちょっと予想できなかったんですけど、PCT28 条括弧に、これはね、19条補正でもなく、34条補正でもなく、いわゆる国内段階に移行した後の補正の条文なんですよ。で、そこに書いてあると。ね。開示範囲を超えちゃいかんよと。ね。ちょっと青で塗るけどね。超えたらいかんよって言ってるから。で、結果的に、本補正はね、原文に合わせる補正なので、新規事項追加というか、原文超えにはならないと。ね。いうことですよ。はい。大丈夫でしょうか。これあれ似てるよね。平成29年の、問題1の設問2に似とるわ。ちょっと書いておくね。CF、平成29年の問題1の設問2に似てるよ。あれはね、外国語書面だったけどね。だから、外国語書面出願のバージョンを外国語特許出願のバージョンに変えて出したという感じですか。だからやっぱね、過去問 やっておくっていうのがやっぱり教訓になってますよね。結局繰り返しますよ。ただこれは新しかった。28。うん。ちょっと聞いてみようか、これね。皆さんね、逆に正直手挙げてほしいんですよ。あんまり挙げてる人がいなければさ、平成30年でよ、PLT の13条括弧2が聞かれたじゃん。で、あの時にね、挙げられた人ほとんどいなかったんですよ。だからほら、皆さんの友達もさ、全然挙げれなくても受かっちゃった人いるでしょ。うん、だからね、ちょっと気にしないでほしいんだよ。なので、聞きたいと。ここでね、みんな手上がったらやばいけどね。逆に少なければ安心してよ。はい。PCT28 を括弧2が上がった人どのぐらいいます？そうか。でも少数派やね。少なくとも半分以下やわ。じゃあ、ちょっといいですか。PCT41 条上げた人います？それはいない。ああ、そう。なんか兄弟分なんだけど、28条とね。でも41条はね、予備審査請求までした時の、いわゆる選択官庁としての、規定だから、まあ、今回さ、家庭系で論じるまでもないだったからね、ほら、予備審査請求した場合にはこっちの条文が適用されると、書くと逆に大把握ミスになるから、28条でよかったんじゃない？そういった意味ではね。うん、間違ってないよね。ちょっと今更だけどさ、PCT の、その41条もね、その28条の兄弟分だよ。ね、ちょっと俺が確認するために今見るわ。特許協力条約。41条。ああ、そうやね。やっぱほら、選択官庁におけるって書いてるやん。な、兄弟分なんだよ。うん。はい。じゃあね、まあ、粗言骨で、侵害傾向や。な。侵害刑はね、そうですね。これはもう、皆さん、あれですよ。よく直角三角形の絵描くじゃん、俺が。ほら。ね。ほら、こうやって。特許権者、通常実施権者、そして今回専用実施権者。こんな感じでしょ？ほら。で、通の方が先に許諾されちゃったよね。ほら。そしてもう、例の直角三角形の図やん。ほら。99条。ね。で、特許権を、前半に設定する特許権者、ほら、6、8の正しでね、実施が制限されるもんだから、これあれだよね。
特許権者が部が悪いんだよね。うん、ちょっとほらいつもの俺の授業で言うと特許権者がピンクの人でね、うん、これはね、まあ、私もあの直前のゼミで、まあ、当てたような当ててないような、私これあの仮線と仮通の話でねちょっと言ってたんですけど、まあ実質同じだよね。うん、まあ出願人仮線仮通と同じですよ結局図式としては。うんうん、それでほらあの特許権者に対してはね、これほら権利行使できるもんだからちょっと赤んだらにしとくわ。うん、ところが通はねあの対抗できちゃうんで、あの対抗できる通に対してはあの差し止めできへんもんやからね、ちょっと黒のアンダーラインでね塗っとくよ。はい、どうですか。はいね、で設問にはねちょっと皆さんあの時間との関係もあるんでね、ちょっと話は端折りますけど、皆さん分かったでしょ、なんか分解してまた新たに作るということで、ほらもうインクタンク事件ですよ。で、アカンダライン再生産、加工再生産やね。うん、だからこれはもう私はね、あの山頃っていう講座で言ってるように、ゾナカ抗体取り自走合ぐらい書いてほしいよね。うん。あ、今語呂合わせで言ったんだけどさ。ね。うん。同一性を欠く特許製品を新たに製造したっていうね。プラス、ゾナカ抗体取り自走合のあの判断基準書けば、おぉ、よくできてるね、ということになるよ。うん。はい。そして、次ね、皆さんあの、俺はね、あの、去年関節診が出たからさ、正直ちょっと、あの、出るかなと思ったんだけど、また関節診が出たよ、去年も出たけどね。うん。で、ちょっとさ、あの、直接診がね、整理しないんで、黒アンダーラインでいいんだけど、あの、はい、関節診がなんですよ、これ。赤アンダーラインね。うん。で、関節診が俺、オレンジでよく塗るんで、オレンジ塗らせてもらいますけど、のみって書いてるから、問題文に。ええ。でもさ、これあの、気をつけとけよ。ここが私はね、この今日の、今日というか今年の特日のいわゆるハイライトだと思いますよ。これね、あの、理由付けにしたいと思います。理由付けの色、緑を使っていいですか？はい。P は A の製造にのみ用いられるフィルターの販売に及ばないって書いてますけど、これね、理由。はい、これです。皆さん、出ました。これ私、大金星ですよ。あの、当てましたね、これ。最後の悪あきっていうやつね。この判例危ないぞと。ね。知財公判、平成26年5月16日、サムスン対アップルの、これ、当てましたよ。ただね、ちょっと残念だったのは、あの、これは当てたんだけど、あの、フランド特許の方が出るかなと思ってたんですよね。これはね、いろんな論点を含む判例なんですよ。それであの、間接侵害の精進論なんですよ、これ。ね。あの、普通さ、直接侵害の精進論はもう皆さんお安い御用だと思うんですよ。つまり BBS 事件の。ね。今回は間接侵害の精進論。飲み品の。まあ、結論はね、多分あの、知らなくても、あの、知らなくても多分、あの、答えは間違いないと思うんですよ。常識的に考えてさ、特許権者から買ってね、そのまま横流してるだけでしょ。だから多分こんな判例知らなくても結論ぐらいは合うと思うよ。うん。でも、これね、あの、俺的には大金星ですよ。この判例ね。超直前で当てましたからね。なぜ当てたのか理由があるんですよ。これ司法試験の知財で出てたんですよ。この判例が。ああ、司法試験の知財で出てたからね。はい。で、差し止め請求不可です。青で塗っていきますね。うん、精進論だから。ね。ちょっと書いといてもいいよ、これ。ね。あの、間接侵害の精進論。まあ、間接侵だよ。間接侵の精進論。はい。ね、だからあの、これ勉強しとけよって言ったじゃん。で、まあ、見てる人はもう意味なかったんだけどね。うん。はい。ということです。結構ね、あの、私の手元にはいろんな資料があるんだけど、あの、やっぱね、注目に値する判例なんですよ、これ。だからいろんなね、弁護士とか実務家の人がね、もういろいろ表釈してますんで、まあ、あの、ネットで調べれば、あの、出てきますよ。もちろん生判例もね、見れるんだけど、その、なんかほら、あの、その道のプロの人がね、こういう判例だ、みたいな、あの、やつを探してみると、あの、よくわかるよ。うん。はい。じゃあ次。あ、これね。今年はもう私ね、訂正は出ると思ってました。
これも正直当たったというか、あの最後の、ね、ゼミに出た人も当たったでしょ。ただ私はね、これよりもっと難易度の高いやつを出してたけどね、あの明細書の訂正を出してたけど、あのただのクレームでしたね。ということで、これあれですよ皆さん、平成20年の問題2の再来ですね、だから過去問でこれやってた人はまあまたかと、いう感じです。はい、それでね、前提要件というか、まあ、主体的要件と時期的要件はね、あの、まあ、脇役ですけど、一応 OK と。そして、問題はですね、この請求項 1,2,3 なんですよ。それでね、ちょっとあの、1はピンクのルールは、なぜかというと、ほら、認められるから。ね。で、これはちょっと見た方がいいね、問題文ね。かなり、実務的です。はい。ちょっと見てください。で、ちょっとごめんなさいね。俺が持ってるの、ちょっと白黒、ちょっと黒くてね、見づらいんですけど。はい。訂正後のクレームが、航空機の空気清浄機に用いられるっていうね。まあ、いわば、構成要件が付加されてるんですよ。なので、これ厳粛になります。構成要件付加による厳粛。で、まあ皆さんね、少なくとも担当に受かってる人たちだから、大丈夫だと思うんだけど、なんていうの？いわゆる、これ、どちらかというと外的厳粛なんじゃないかなという感じはしますけどね。一つ言えることは、これ用途限定なんですよ。実務的に言うと。物理的な構造による限定ではなくて、用途限定なんですね。だって航空機の空気清浄に用いられるってまさに用途限定じゃないですか。で、なんでこんな用途限定をするかというと、無効審判を請求してきた人が、工場の、空気清浄機に用いられるっていう、無効理由で来てるから。そうでしょ？だから、俺の時はそうじゃないよと。航空機の、空気清浄機なんだよということで、外してきたんですよ。なもんだから、しかもこれね、進歩性じゃなくて新規性でしょ、無効理由が。だからこれだけで多分回避はできると思います。進歩性だとちょっとね、どうかなと思うんだけど、少なくとも新規性は出てきますよ。ね。それで用途限定で厳粛ということなんです。ね。で、皆さんね、最後の拒絶理由通知を受けたときに、直列的負荷は、限定的厳粛がないから補正却下されるという知識は知ってるでしょ。でも訂正はどっちもいいんだよ。限定的厳粛だろうが、直列的負荷による厳粛だろうが、厳粛は厳粛ですからね。そこは間違わんといてくださいね。はい。で、次に2はね、これ気づいた皆さん、ほらお得意のこれ一軍の請求項じゃないですか、ほらね。訂正前一軍の請求項でしょね。これも私ゼミでやっとったよね。私は逆にね、請求項ごとのバージョンで出したんだけどね、これ一軍でしたわ。一軍ですよ。で、一軍が一軍でなくなってる。こういうのをなんていう？そう！書き下しだね。ちょっとキーレンジャーで塗るよ。これはね、ほら、書き下しですよ。黄色で塗るわ。ちょっとインキがねえけど。ね。キーレンジャーで塗るわ。ね。で、認められると。ね。他もまあ、OK にしといてよ、これ。ね。一応メインはね、目的だと思うんだけど、まあ、この辺ももう OK ようにしといてさね。あれ先生、独立特許権はっていう質問が来そうだから一応言及しときますよ。貸されないじゃん。無効審判が請求されちょるやつはね、貸されないからね。ちょっとそれはあれよ、回答からね、7項は貸されないよ。無効審判請求されとるからね、貸されないよ。貸されないって一応メモ書きしとくね。で、書き下しも7項ね、もともと書き下しの場合にはいらないよね。7項独立特許権ね。だからこれも7項貸されないから逆に書いたらダメよ。まあ私が試験員だったら5点ぐらいの減点になるよ。はい。で、次に、最後のこれは気づいた？はい。ちょっと見てください。請求項さんはね、構成要件 A がなくなっちゃるんですよ、しれっと。ね。しれっとなくなってるでしょ、もともと A プラス B なのに。A がなくなって B だけになっとるわ。
そこで、ここはね、難しいんです、実は。ええ。で、皆さんね、多分、認められないという結論には、もうほとんどの人が、異論はないと思います。ええ。で、あとはね、理由付けなんですよ、これ。で、これもちょっとアンケートね、ちょっと私も皆さんがどういうふうに考えたかを、ちょっと知りたいんで、これね、考え方がね、3パターンぐらいあるんですよ。で、まずはね、はい、まずその1。これは、いわゆる、厳粛じゃないよね。うん、構成要件を削除することによって広くなってるから、厳粛じゃないよね。で、あと、他のさ、なんだっけ、誤記誤訳の訂正でもなく、明瞭釈明でもなく、でも書き下しの可能性があるんだよね。ただ、ほら、違法だから。違法だからもう、これ、違法な書き下しはダメやろうということで、まず134条の2、1項、覚悟でもうダメだと。もうそれでもう十分と。した人。ね。で、次に、レックのこの答案構成みたいに、両方挙げた人。で、最後のパターン。これね、一応書き下しになってるんですよ。だってほら、見てごらん、訂正前の請求項は請求項1記載のってあるやん。それがなくなっとるわけです。書き下しやね。だから、一応4号に該当する。でも、実質的に拡張だってやった人がいると思います。ちょっとこれ聞いてみたいと思います。はい。じゃあ、まず、134条の2の1項も覚悟に違反するからダメだってやった人。もうそれだけで決めた人。そんな感じね。はい、わかりました。じゃあ、レックのように、両方挙げて、両方ダメだからダメってやった人。少ないね。少数派。じゃあ、俺が最後に言った、書き下しだけど実質的変、拡張ってやった人。そうですか。じゃあ、一番多いのは、あれやね、もう覚悟に違反すると。なるほど。まあ別に私はね、結論的に、まあ違法は違法だという結論になってればね、そんなに体制に影響ないとは思うんですよ。ただ私の個人的な見解としては、これ一応書き下してますからね。書き下しには該当するけど実質的拡張。つまり126条6項違反、順の。これが私は一番妥当な気がするんですよ。でね、私もほら、いい加減のと言えないから、ちゃんと審判便欄も見ましたよ。そうするとね、この、構成要件を一つ削除することによって、構成要件、誤解の何言っとくけど、マーカッシュじゃないからね、今回みたいに構成要件を削除した場合に、どういうことになるかというと、審判便欄も、ちょっとね、なんていうか、はっきりしないんですよ。要するに、覚悟違反で処理するか、この一項の。で、実質的拡張で処理するか。なんかね、うやむやです。うやむやな感じ。なんかどっちでもいいみたいな感じです。だから多分ね、その合否には影響ないと思うよ。多分、違法だということで結論さえ間違ってなければ。うん。ただ私の個人的な見解は、書き下しに該当するけど、ちょっと一応ね、書いとくわね。うん。そういう人もいたから、やっぱ少数ながらね。4号には、該当するが、書き下しね、実質的拡張だと。うん。だから、準126条6項違反と。ね。うん。というのが、一応私の考えではございます。はい。ということですわ。ね。私の持ち時間何分まででしたっけ？半？そう。じゃあ持ち時間あるからよ。いいよ。なんか質問して。ちょっとどうですかみたいな。ええ。むしろありがたいんだけど、そうやって言ってくれた方が。ね。どうですか？ない？ちょっと恥ずかしいですかね。いいじゃないですか。勇気を持って。質問のプロの人いたな。質問のプロの人どうです？なんか。いつもほら、積極的に質問されるから。どうですか、なんかひねり出してちょっとがっかりしてる感じですけど、みんなあれですよね、いつもね、なんかがっかりしてる人が落ちるとは限らないですよ。なんかね、うわ、いや受かったわ今年はみたいなね、悠然と構えてる人が落ちて、意外とね、もう泣きに入ってる人が受かったりするんだからね、関係ないと思うよ。どうですかね、なんかこれはこうなんじゃないですかみたいな。いいですよ、積極的に。
大丈夫ですか。じゃあね、私は一つ言っておきたいことがあるんですよね。今回やっぱりそのなんていうかね、過去問がね、やっぱり似てるやつ出てるでしょ。さっき言ったようにほら平成20年そっくりですよ、この訂正のバージョンはね。訂正前はこうだった、訂正後はこうだったみたいなね。だからやっぱね、過去問やっておくというのは非常に重要だなっていう話、それからやっぱり判例出ましたなっていう感じね。私もほら数々の判例の講座やってるけどね。で、普段やってる判例のスーパーチャージだとかさ、ホット100では残念ながらこれやってなかったんですよ。もう正直に言いますけどね。だからそれだけ取ってた人はちょっと申し訳なかった、ここまでカバーしなかった。でも論文最後の悪あき出た人はね、もう出た人なら分かるけど、これ出るぞとね、司法試験で出たんだからね、これは危ないぞとね。やっぱりそういうその直前系のあれでね、他の先生もそうだと思うんだけど、やっぱり確固たる根拠に基づいてそう言ってるんだからね、やっぱりそういうのは大事やなということが言えると思いますよね。はい、じゃあちょっとね、早いけどちょうどいい時間でしょうね。じゃあ皆さんね、特実はそんなところだよね。でも最後にこれ言っとくね。毎年特実ってなんかいい加減な答案でも受かってますよ衣装商品に比べると。で、それはどうしようというと、120分で2問書かないかんじゃん。だからね、慌ただしい状況下の中で2問書くと、だから多分字も下手くそになるだろうし、結構ぐじゃぐじゃになったり二重線で引っ張ったりっていう人もいると思うんだ。でも蓋を開けてみたら受かってましたという人は多いです。だからね、ちょっと今日ね、ダメやなと思ってる人もわからんよ、これはね。むしろ衣装商品はね、結構アーティスティックインプレッションとか要求されてくるから、90分あるからね。むしろそっちの方は、自分ではなんかいろいろ書いたんだけど、なんで落ちたんだろうという人も出てくるね。はい、そんなところです。はい、じゃあ皆さんね、とりあえず今日はお疲れさんでしたと言いたいですね。口実もあることですし、前向きにね、口実もね、いつもと違っても年明けだからね。でもやっぱりね、便利して根気強さが、メンタル的な根気強さがね、求められるから、やっぱりそれを試されてると思ってくださいね。実務においてね、通用するかどうかをね、今試されてるんだぞと、メンタル的強さをね。はい、そういうことで終わりたいとこのように思います。はい、以上でした。レクセン人講師宮口でした。はい、はい、では始めたいと思います。皆さんお疲れ様でした。衣装商標の方は、私、のとみが、担当させていただきたいと思います。まず衣装からいきましょう。お手元にある答案構成ですかね、配布されてると思うので、それにのっとって、ちょっと大きいかなハウリングしちゃってる。OK、 ありがとう。はい、ちょっと板書に、時系的なものですね、まとめましたんで、これでちょっと見ていきますね。後ろちょっと透けてますね。見にくいんで、こういう感じかな。はい、で、今回、衣装法は55点、45点の、半々ではないけど、そんなに、大きく差がある感じではなくて、趣旨が出てなかったんですよね。なので、良かったなと思ってる人と、そうじゃない人とがいると思うんですが、まず問題1からいくと、まず出願 A と出願 B を、同日にしています。4月1日ですね。で、イトロですね。で、カゴ付き自転車ですね、両方ともね。で、管理書制度を使っていて、本書は E、管理書がロですね。で、登録査定もされて、広報はまだ出てない状態。
で、それとは別に8月1日に、要はこの間ですけども、ロをコーチにしているという状態ですね。で、一方でコーとオツで、共同してロに類似するハを創作して、衣装登録の希望をしていると。で、このカゴ付き自転車のカゴを取り除いた自転車の2についても一緒に、まあ、取得したいというふうに希望していると。で、この自転車はカゴ付き自転車の一部にあたるということですね。で、こうは、まあ、設定登録後候補発行前に弁理士に相談に行っていると。だから今まだ候補が出る前のこの状態ですね、この時期の状態ですね。で、それぞれの衣装の類比関係はこんな感じで、イとロは類似するわけですね。で、イとハは非類似で、ハとニも類似、あ、違う、ハとニは類似しない、ハおよびニとは類似しない、イはですね、ハとニには非類似ですね。で、ハとニは類似ですね。で、ロとハも類似で、ロと2の類比関係だけがちょっと分かんないという、こういう状態ですね。で、このタイミングで相談を受けた、弁理士が、C でハ、D でロ、D で2で同日に出願をして、衣装登録を受けるために検討すべき点を条文とともに説明し、具体的な手続きということですね。まあ簡単に言うと、登録を受けるために検討すべき点ですから、まず、まあ、拒絶理由を探して、何か解消策がないかということを探していく問題ですね。ですから、拒絶理由の検討の仕方としては、まあ、衣装自体に備わるものですね、出願自体に備わる方と、で、インレベースで上がってくるものがありますんで、で、インレベースで上がってくるものは創作法の場合は4つですから、まあ、17条から4つ引き算したらこっちになるんですけども、こっち側の方は問題文に必ず振りがありますんで、問題文から拾っていく感じですね。で、そうすると、公と図で共同で創作しているにもかかわらず、公が、まあ、出願したいということで相談に行ってるんで、このまま公だけで出願をすると、共同出願違反ですね。全く持ってないわけじゃないんで、冒認ではありません。全く持ってないんだったら冒認ですけども、一部を持ってるわけですよね、共同なので。だからこのまま単独で出願したら38条、特許法ですね、38条の共同出願違反があると。で、インレイベースの方は、もう出願を軸にして、総当たり表で見ていきますから、そうすると、まあ、ここ軸にして、その前のインレイを全部拾っていくんで、まあ、出願 A、B、そして高知のローで、お互いに、まあ、潰し合う関係にありますから D ですね。まず C から見ると、これだけ印例を検討していくと。で、出願が印例になるものは3条の2と9条を検討していくんで、あとはマス目潰しますね。で、高知衣装が印例になるものは3条の2、9条は潰しますよね。だから多く見えるけど、検討しなきゃいけないマス目はそんなにないです。で、ロがコーチになっていて、類似する歯を出願すると、313で拒絶理由が想定されますね。で、B のロと歯は類似しますから、で、設定登録に至ってるんで、このまま出願すると9条1項で拒絶。で、同じく歯と2も類似ですから、まあ、これ競合するんで9条2項ですね。で、拒絶理由が生まれます。なので、じゃあこれらを解消するっていうことを考えていかないといけない。で、同じように今度は出願 D の拒絶理由を見ていくと、まあ、印例となるものはほとんど同じ、最後はまあ潰し合う相手が C になるだけですね。で、マス目もこう潰していきますけど、分からないのが一つ、ロと2との関係が、これまあハテナついているように分からないと問題文にありますので、もし類似だったら313、もし非類似でも創作用意だったら3条2項という形で、まあ、ここもちょっと分かんないよねっていうことはありますね。で、あと、B のロとの関係でも、ここが類似か非類似か分からないんで、類似だったら、まあ、9条1項、非類似だったら問題なしですね。で、
歯との関係で言うとここは類似ですから、さっきと同じように9条2項ですね。で、令和元年の改正前であれば3条1項2項の解消策って4条かパリユーみたいな感じで、まあそっちから検討した方が早かったんですけども、令和元年の改正後は関連を使えば、まあ、その新規性が自動的に解消できる部分がありますから、まず関連から9条から見ていくわけですよね。で、そうすると今回こういう状態にあるんで、ここはもう関連使ってるんで本書と関連書ですね。で、まあ、もしこれを意を本意章であと関連でいけるんだったらすごいシンプルでいいんですけど、意はロとしか類似じゃなくて、ハとかニとは非類似だって言ってるんで、このままこれをこの本意章で関連っていうわけにはいかないんですね。で、その代わりこれよりも非前に出願されている B のロとの関係で言うと、まずハは類似になりますから、ロ本意章で、本書とみなして、まあ、いわゆる段階的にということですね。ハを関連章で出願すれば、まあ、ここの、紐付きは問題なくできますよね。で、ロとニとの関係がわからないんで、もしここも類似だということであれば、ロを本意章として、ニを関連章として、同じように、上と同じように紐付けるけど、ここちょっとわからないんですよね。で、もっとちゃんと分かってるのはここですね。歯と2は類似だって分かってるんで、今度この歯を今度本章とみなして2を関連章で取れば、だからまあここで関連章制度で、ここ本章関連章で、本章関連章という形でちょっと段階的に取る感じになりますけど、そうすれば確実にまあ取れると、この問題文の設定でも取れるということになりますね。なので、まずこの9条関係は、まあ、今言ったようにですね、10条で簡単に解消できるだろうということが言えますね。で、問題はこの間にあるこの公地行為に基づく3条1項覚悟、3条2項とか、まあ、3条1項覚悟ですね、この拒絶理由をどう解消していくかっていうことですけども、関連証制度を利用すれば本証と同一類似の公地意思は関連証の新規性の判断から除外されますんで、そうすると、この C の歯っていうのはロを本章としますから、ロと同一のこの高知意章は C の歯の新規性の判断からは、因例として除外されるので、自動的に新規性は問題なくなりますね。で、この2ももしロと紐付けて関連証制度を利用していた場合でも、それと同じくですね、本章と同一の意章に関してはこの関連証の判断から除外されるので問題がなくなります。で、仮に歯を本章としてこれ関連章で紐付けた場合でも、歯とロは類似になりますから、本章と類似する意章ですから新規性の判断からは因例として除外されますので、結局自動的に全部3条が解消できますから、一つこの9条の拒絶理由の解消策としてよく使う10条を使えば、この3条関係、3条1項関係ですね、これも自動的に除外できるということになります。で、あとカゴ付き自転車と自転車との関係は、まあ、これの一部だということが問題文の中にも記述があるので3条の2の問題が出てきますが、まずこの2つ同士、この歯と2の関係でいうと同日ですし問題ないですよね。で、こことの関係でいうと2は3条の2の問題が出てくるんですけども、もともとその38条の解消策として、受ける権利を移転しなければいけないので、これ乙さんの持ち分をもらって甲さんが出願するってことが必要 で、そうすれば出願人同一になりますから適用除外が受けられるので3条の2もまあ自動的に解消できますから、なので、項目としては関連を使うということと、で、これ特許ですけども受ける権利の移転ですね、それで全てクリアになるというのが今回のまず問題1の論点回答ということになります。だから解き方としては今、まあ、時系図を書いたり表を作ったりしてやりましたけども、そこから考え方の筋道としては、まず想定される拒絶理由を考えて、でその解消策ってことで手続きを上げていくと、で受ける権利の譲渡を受けていれば3条の2が解消できるんで、まず受ける権利の譲渡を上げていただいて、そして関連証の出願ですね。
で、それぞれ答案で書くときには、まあ、想定される拒絶理由を上に上げといて、手続きっていう形のこういうレクの構成でもいいし、あるいはもうこの取り得る措置を大項目に挙げて、その中でどういう拒絶理由が解消できるからこれをするんだという感じで理由付けで入ってきてもいいかなと思いますね。個人的にはもう私は全部こう理由付けとして想定される拒絶理由を入れてしまうんですけども、まあどっちでも構わないですね。ですかね。で、関連書制度は、まあ、ここにずらーっと1項からずらーっとね要件書いてくれてますけど、まあ主体、客体、時期、手続き、要件すべてありますんで、まあ、主体はもちろん出願人が同一であることですよね。まあ、出願人もしくは本当はまあ意思要件者と同一でもいいんですけど、同一であることですね。で、あとは客体としては、まあ、その本意書と類似することですよね。で、まあ、消滅していないことですよね。関連書の設定登録の際に、本意書が消滅していたら、取れませんので、まあ、そういったところも書いていただいて、あと、信用実施権が設定されていないこととか、そういうことが客体要件。で、時期的要件は、本意書の出願日以後、本意書の出願日から10年を経過する日前までですね。まあ、そのまま条文通り当てはめていただいて、で、手続きは、まあ、本書の表示の欄を設けるということですね。まあ、この辺をまあ、ちょこちょここう点が取れるように一つずつコンパクトでいいので書いていただければうまくいくんじゃないかなと思います。で、手続きの効果は結局この手続きを取る理由はこの拒絶理由が解消するからなんで、こことここは別に分けて書く必要はないと思うんですけど、まあ、効果を使って理由付けを使っていきますんで、ちゃんとこの手続きを取れば想定される拒絶理由が解消するんだということを述べていただければいいかなと思います。はい。で、続いて2問目に行きます。2問目は結構わからないことがあるからシンプルな問題文ですけども、まず、甲さんが E にかかる物品 A を業として製造し丙に納入していたと、納品していたと。で、その後乙が、物品 B にかかる労を出願し意思表登録を受けたと。で、労の形状模様式さんの結合は E の形状等と同一であると。で、乙から公に訴えを提起した。で、まあ、業としての実施だということ、まあ、実施に当たるということですね、は、問題文から認定できます。で、乙の訴えに対して公が訴訟上なし得る主張について説明せよ。訴訟上なし得る主張ですから、そうしたら否認か抗弁かということになりますね。訴訟上の主張ですから、否認か抗弁かということですね。で、当然、まあ、意思表現の侵害っていうのは、権限なき第三者が登録意思または類似する意思を業として実施で、まあ一定の予備的行為を言う、これがまあ定義なんで、定義分解すれば要件生まれてきますから、この1と2のどちらかを否定することが否認ですよね。で、業としての実施っていうところは問題文が否定できないんで、そうするとここになりますけども、形状等に関しては同一だと言ってるんですが、物品に関しては何ら関係性が分かりませんので、仮に物品が比類似だった場合、衣装が比類似になりますので否認ができます。だから物品の A と B が比類似の時ですね、その時は衣装が比類似になるんで否認がかというようなところを書いてもらえればいいかなと思いますね。で、抗弁ですけども、時系図を書くとまあ明らかなんですが、製造販売の甲さんの行為があってその後って書いてるんですよね、出願したのが。だから出願の際限に実施が始まっていますんで、まあ先使用権ですね。ただ出願をしてないんで肉の荷とかそういったものはありません。で、あと出願前にもう実施が始まってるってことは新規性を失っている
可能性がありますので、まあ、類似であれば31項3項で、まあ、創作容易であれば3条2項っていうようなところが上がってくるってことですね。で今回は伊賀、まあ、高知だっていうことが分かってるんで、もう断定していただいて、まあ、合流があるということは断定していただいていいと思いますから、うん、まあ、創作非容易の可能性もあるかな、うん、だから、まあ、あればっていうふうに書くのがやっぱ無難ですかね、140の3の公弁ですね。訴訟上の主張なんで無効審判の請求と書かないように気をつけてください。で確かに無効審判請求した後に権利が訴求消滅して権利消滅の公弁とか、あと、まあ、高知一生の公弁とか書いた人もいるかもしれませんが、マストとしてはやっぱりこの辺ですよね。で140の3の公弁ができた経緯を考えれば、やはりその権利消滅の公弁とか、まあ、それを優先に書くのはやっぱり妥当ではないので、29条順徳104条の3、この辺はマストですね。あとは特許法の69条2項2号に基づく主張、要は製造され日本国内にある物品 A 自体には効力を及ばないんで、そうするとそれを兵に納品すること、まあ、納品って書いてありますけど、まあ、結局譲渡ですから、うん、別にそれは問題なくなるんで、まあ、特許法69条2項2号に基づく公弁ですね、主張、これも書いていただければと思います。で私の経験則上ですけども、おそらく69条2項2号落とした人は結構いるんじゃないかなと思います。特許だとまだ、まあ、まあそれでもね、特許でも出してもあんまり上がってこないんですよね、69条2項2号って意外に。で衣装で出してきてますから、割と落としてる人は多いんじゃないかなと思いますね。だからそこ落としても特に影響ないんじゃないかなと思う。合否に、それだけで合否に影響があることはないんじゃないかなと思いますが、ただ先使用権104条の3の公弁は少しやっぱりちょっとウェイトが大きいと思いますね。あと否認ね、その辺はちょっとウェイトが大きいかなと思います。で私もちょっと今回特にこの水道橋初めてだったんですけど、水道橋で速報会なんで、終わった受講生が結構いろいろ報告に来てくれたりとかして話してたんですけど、まあ我々がちょっとこう予定していた感じではない受講生の反応がね、だからなんかこうちょっとあれですね、分からなくなっちゃったなって感じですね。誰が分かるか分からなくなっちゃったなっていう感じが印象としてあって、初め問題見た時に、ああ今年簡単だなと思ったんですよね。だけどそれは表面的に論点がパッと上がるだけであって、解いてみると意外に奥深くて、まあこれもそうですけど1問目って結構複雑だったんで、改正も頭に入ってないと解けないしね、だからこの辺の判断とかがちょっと複雑だったから、意外に普段よくできてる人でもちょっとうまく書けなかった、落としちゃったっていう声が結構聞かれましたから、うん、そんなにできてなくても落ち込む必要はないと思いますね。特に1問目は。2問目はまあ非常にシンプルな問題ですから、今言ったように69条あたりは落としてもあんまり大きな影響はないと思いますけど、はい。で次に商標いきますね。で商標はちょっと私的にはびっくりしたんですけども、公開模試と同じ論点が出てましたね。全国公開模試に413が出たんですよね。で出し方もまあほぼそっくりだったっていう声が聞かれていて、私は公開模試携わってないんで、そうだったのっていう感じだったんですが、413が出てました。でまず問題1の方ですけども、金銭的請求権ですね。で金銭的請求権のこの問題は、発生要件、効力、行使時期、消滅について説明せよということで、書かなきゃいけないことを誘導してくれてますから、まあその通りに条文になぞらえて書いていけばいい話なので、まあ基本問題じゃないかなと思いますね。だからもう素直にですね、発生要件について、効力行使時期について、で、消滅についてっていう感じで項目を挙げていただいて、でまあそれぞれですね。で発生要件は、まあ、出願をすることですね。
特許だと出願公開が要件になりますが、商標の金銭的請求権は公開要件ではないので、まあ、出願がされたことですよね。で、所定の警告をしたこと、悪意であったとしても必ず警告が必要なので、まあ、ここはマストになりますね。で、あとは対象となる行為ですね。対象となる行為であること、警告後設定登録前に出願にかかる指定商品等と同一類似、出願にかかる商標と同一類似の範囲での使用、まあ、37条の範囲であれば対象になります。で、あとは業務上の損失の発生ですね。この辺が条文を見ただけだと単純にはもしかしたら上がらないかもしれないけど、出願人自身が使用してないとダメですね。金銭的請求権は業務上の信用、業務上の損失が発生しないので、だから、まあ、出願人自身の使用がされていて業務上の損失が発生していることっていうのが要件になりますね。で、効力と行使時期ですけども、業務上の損失相当額ですね、これが請求できるということで、あとはそうですね、ちょっとこの辺は上がらなくても別にいいかなと思うんですが、商標権の行使が妨げられない、で、設定登録後でないと行使ができない、この辺は必要になりますね。で、あとは保証、金銭的請求権の消滅ですが、まあ、簡単に言うと登録に至らないか、登録に至っても権利が訴求消滅させるかということですから、まあ、そういったことを書いていただいて、あとは時効消滅ですね。民法724条の、順用ちょっと論基礎っぽい感じ、 論文基礎力完成講座で出すような問題でしたけども、これを40点分ですね、40点分どれぐらいですかね。表面全部使ったらやりすぎでしょうね。2ページの半分くらいかな、2ページ目の半分くらいかなっていう感じですね。で、まあ、皆さんを悩ませたのはおそらく問題2だと思います。ちょっとびっくりですね。商標たまにやってきます。4117が出た時の反応と一緒、数年前に4117が出ましたよね。あの時の反応と一緒ですね。私もびっくりしましたけど、皆さんもっとびっくりしたと思いますが、フィッシュアイフィッシュですね、二段書きの商標ですね、これで登録を受けていて、防護はどう使うかというと著名だということですね。413のところのイとロのところを今回聞きますので、これを間接的に防護を受けているということは著名だということですから、まあ、それを使っていくと。で、おつさんは、無効審判の請求人の方ですけども、無効理由を明らかにしていませんので、まず設問1の方で、無効理由は何号の規定に基づくものであるか特定せよという問題が来ています。で、まあ、問題文の中にそうですね、国際機関を表示する表彰として経済産業大臣が指定するものとなったっていう一文があるんで、ここでやっぱり413を思い出してもらえればというところですよね。で、まあ、無効理由は、まあ、多分おそらくそれだろうなっていうふうに思ったと思うんですが、単純に見ると、商標の中にフィッシュって入っていて、でも指定商品は水産物の缶詰なので、お話しした人の中には4116を挙げたっていう人がいたんですよね。で、確かに水産物の中にはフィッシュ、お魚以外のものも含まれるんで、そうすると、まあ、ちょっとそこは4116の範囲に、ね、こう入ってくるんですけども、ただね、答案構成を最後までやった時にちょっと気づいてもらいたいんですが、最後の問題なんですよ。これ独立問題じゃなくて全部引きずっていくんで、設問1で答えた無効理由の趣旨が2問でも出てくるし、で、まあ、無効審判の請求の各要件の具備はまあいいとしても、括弧4のところで無効理由回避するためにどのような答弁をすべきかって聞いてるんですよね。で、4116は残念ながら答弁では解消できない、回避できないですよね。4116って、まあ、主には出願中の拒絶令で聞いてきます。それは何でかって言ったら補正で解消できるからですよね。厳粛すれば簡単に。
だから拒絶理由聞いてくる問題で解消策で16に対して、ね、68条の40の補正で厳粛っていうのはよくあるパターンですけども、もう登録されてしまったらちょっとかわいそうなんだけど、訂正制度もないからね、商標法には解消ができないんですよね、16号って。でましてやその答弁でなんとかなるものではないから、最後のところで、あ、じゃあ16は聞いてないんじゃないかなっていうふうにちょっと気づいてもらいたいところではありました。まあ、確かにね、60点なんで単純に割っても15点の設問になりますからね。そうするとなんとなく一つじゃない可能性も疑ってくるのはいい嗅覚だと思うんですけども、ただやっぱり最後の問題まで見たときに解消策がないものを聞いてくるのはやっぱおかしいというようなところで、あ、16じゃなくてここは3号だけでいいんだなという判断をしていただけたかったっていう問題になりましたね。でまず、何号かっていうのは、413ですね、国際機関を表示する表彰であって、経常再生大臣が指定するものと同一または類似の商標は商標登録を受けることができないと、まあ、条文で説明してもらえればいいと思いますね。で趣旨がちょっとね悩ましいところなんだけど、ここをまあパリの6条の3に対応したものですね、4号までは全てそうですね、6条の3に対応したもので、尊厳ですね、の尊重と一私人に独占を許すべきではないというところ、まあ、この辺までですよね、ここはいいと思うから、この辺までが、まあ、なんとなく書ければ違うことが書いてなければいいんじゃないかなと思います。まあ、青本の通りなんですけどね。で設問さんは要件になりますので、まあ、またその主体、客体、時期、手続きっていうことで、まあ請求人適格ですね、まずね。で、あと、まあ、手続き系でいうと商標管理人、今回問題文の中に、オツは、スイス国に所在する国際機関である国際漁業連盟っていうふうに書いてありますので、でそうすると、まあ、その請求人適格のところ、請求人適格の下です、のところですが、商標管理による手続きが必要だなというところですね。で、あと、まあ、利害関係人であるということですね。まあ、それは主体要件のところですよね、ここはね。まあ、主体で取っても客体、何で取っても構わないんだけど、落とさなければ大丈夫ですから。管理による手続きは、まあ、私だったら手続き適用件で取るんですけど、別にそれは構わないです。で問題はこの客体のところの4次さんにそもそも該当するのかっていうところなんですが、今回ちょっと時系図書いたら分かるんですけど、後から指定を受けているんですよね。後から指定を受けている。でそうすると単純な無効理由であれば査定時で見ます。まあ領事判断するもの以外は査定時で見ますんで、そこで指定している必要があるんですが、登録後に指定が生まれていますので、そういう場合には後発無効ですね、後発無効があるんじゃないかというところですね。創作法3法に関しては後発は2つしかありませんよね。特許法25条と条約違反しかないんだけど、商標は後発が多いので結構後発が聞かれます。まあ、2、3年に1回ぐらいは後発がね結構来ますんで、まあ、なんとなく時系図を書けば気づくかなっていう気はするんですけども、後発無効に当たるというところですね。46条1項6号で当てはめていただいて、でじゃあどうしたらいいのかっていうところで括弧4ですね、回避するためにどのような答弁をすべきかっていうところで、今回、まあ、そんなに古くないから担当でもまあまあ最近は東連とかでもよく出ますけども、3号のところは意と路がありますんで、まず意の方ですが、ここが、まあ、いわゆるそのあれですね、周知性を使うんですけども、事故の業務にかかる商品もしくは役務を表示するものとして事業者の間に広く認識されている商標またこれに類似するものであって、その商品もしくは役務またこれらに類似する商品もしくは役務について使用するものというところで、
意に基づく答弁、今回防護を取ってますから著名なので十分に周知性を満たしますから、そうするとロ、ロじゃない、イですね、意に基づく答弁をすべきということになりますね。でちなみにロも検討したらいいんですけど、もちろんね、だけど今回ロは当てはまらないんで、まあ、誤認を生ずる恐れがない商品役務について使用するものっていうことなんだけど、今回、登録を受けているものが水産物の缶詰 で結局オツが実際、使っているのは缶詰を含む水産加工物の品質を証明しているっていう事情がありますから、まあ、商品役務について全く関連性がないものについてっていうタイミング、あのものでしかロは必要はできないので、ロは該当しないという感じになりますね。はい、で商標は、まあそうですね、ちょっといろいろ受講生の反応とか出来栄えとかを聞いていますと、問題1はまあそれなりにできてるんじゃないかなと思います。まあそんなに何ていうか何を書かなきゃいけないかっていうことが分かりにくい一行問題ではなかったので、まあ、基本問題だからこそ、まあ、丁寧に書くっていうことは必要になるかもしれませんが、まあそんなに難はなかったんじゃないかなと思いますね。ただ配点が多いのが問題2なので、まあやっぱりこっちが勝負になってくるとは思うんですが、まあ趣旨はいいと思います。そんなに差はつかないと思いますね。過去2の趣旨は、まあ、自分で何か創作して書いてるっていうことが多分予想されるんですが、まあ、そんなに合否を分けることはないかなと思うんですが、やっぱり413に気づく気づかないっていうところで、例えば4116しか書かなかったとかそういうことであったとしたならば、ちょっと傷は大きいかなと思うんですけども、まあ、413が上がっていって、で請求の要件をまあそれなりに書いていれば、多分括弧4のところはイトロの、ね、判断気づくと思うので、まあ、どれぐらい その出来栄えかにももちろんよりますが、そんなに全体的なレベルは高くなかったんじゃないかなと思いますね。はい、という感じです。で私の方からはこれで以上になりますが、まあ、口述の勉強を皆さんもう1週間後ぐらいから、選択があればちょっと別ですけども、選択がなければ1週間後ぐらいからは、まあ、徐々に口述の勉強をしていただければと思います。でまあ、先ほど吉村先生ご登壇されたと思うんですけども、その時にちょっと言い忘れたっていうことで、まあ、伝言なんですが、口述アドバンスを必ず、まあ、入手されて、でインプットをね進めてくださいということでした。で大体まあその合否を、まあ、口述もやっぱりその、ね、なかなか落ちないとはいえ、やっぱり落ちる人がいて、そんなにその簡単に甘く見てたら痛い目に遭うんで、ちゃんと勉強しなきゃいけないんですけども、だいたい発表までに口述アドバンスの8割型インプットできていれば十分だと思います。でインプットができてないのにアウトプットの練習ばっかりする人いるんですけど、結局その合否 の分かれ目を見てると知識不足なんですよ、口述がダメだった人っていうのは。だからやっぱりインプットがちゃんとできてないから、相手の質問の題が取れなくて、うまくこう回答が進まなくて時間切れになるとか、試験の先生方が言ってることに対して、ね、まあ、聞き方のうまい下手はあるにしても、知識がないから題が取れないってことがほとんどだから、うまく答えられるかどうかっていう練習は、まあ、はっきり言って発表後でも間に合うんだけども、やっぱりインプットはある程度時間をかけてやっていかないといけないと思いますね。で今回趣旨ちょっと商標で出てましたけども、全体的にはちょっとあんま趣旨出てないじゃないですか。だからこれがどう転ぶかなんですよね。口述でいっぱい聞こうと思ってるから論文であんまり控えめになってるのか、それとも去年のようにパネル問題とかああいうものが主であんまり趣旨を聞かないスタンスなのか、ちょっとどっちかわからないですね。だから趣旨聞いてくる可能性は当然あるわけなの でそうするとある程度やっぱり時間をかけてインプットをしていかないと答えられないということになりますから、しっかり口述アドバンス使って準備を進めていただければと思います。まあ、終わったところでね、ちょっとホッとしてるとかいろいろ疲れも出てると思うんですけども、まあ、ちょっと後悔しないようにですよね、口述はね。なのでしっかり準備を進めてください。はい、では今日はお疲れ様でした。では佐藤先生にバトンタッチさせていただきたいと思います。
じゃあ総評という形ですね。でお話をしたいと思っております。こんばんは。てかお疲れ様でしたですね。でやっと、まあ、コロナが長くってずっとね試験ずっと皆さんやっていたと思うんですけど、まあ、一応今日で一区切りですかね。あとは公示試験って話になって、まあ、さっきのぞみ先生が申し上げた通り一応落ちない試験ではないので公示のねしっかりと勉強してもらいたいと思ってますけど、まあ、昔みたいにたくさん落ちるわけではないでしょ。で落ちたとしたって、今数名かな、もっといるかもしれないけどそのくらいですよね。で今年どうでしたかね。簡単でしたかね。パッと見た瞬間特に商標って論点全くなかった感じがしますけどね。見ると通常だったら論点バチッと出て書いてっていうのがあったけど今年試験あまり変わっていないんですね。商標系ね。でなんで変わってしまったのかなっていう感じを受けましたね。で衣装はもうちょっとなんていうのかな、あの新しいタイプの衣装出るかなと思っていたけどあまり出ませんでしたね、まあ、関連衣装って話でありまして、あの特許は通常通りっていう感じですかね、一般的にはね。でちょっとね一時点少し気になったところを言おうかなと思っていまして、一つは何かな、特許の一問目は特にないんですよ。担当でしょあれ、担当ちゃんとやってればいいかなっていうところで時系列がずっと選んでれば、まあ、うまく書けたかなっていう感じがしますね。時間との関係でしょ、特許一問目って毎年こんな感じですよね。で二問目は侵害系なんですけども、多分これ宮口先生の話があったのかなと思うんですけどね。これね侵害系なんですけども、どこだっけな、ですね、侵害系でありまして、括弧1はこれ専業自主権とあと当然対抗制度ってこれ問題ですよね、まあ、見てもそんなに難しくはなくて、あとどこまで書けたかっていうところでしょうね。ただ点数がそんなに書くところではないから、どうかなっていう感じですね。あと2問目がインクタンクの事案ですよね。であと当てはめをこれちゃんとできてるかっていうところで決まってくるんでしょうかね、インクタンク事件ね。であと括弧3がこれ 判決ですよね。判例がありまして、あの関西侵害の飲み品ですかね、あれを流通なんかに流したっていう場合でも精進をしますかっていう論点ね、アップルとサムスンかなんかの話だったかなと思うんだけど、まあ、それについてどう書いたかなっていうところが争点だったんでしょうね、このところはね。で結論は、まあ、これ見た瞬間精進するって多分分かると思うんですよ、じゃなかったかな、で分かると思うんですけど、あとはどう書くのかなっていうところがポイントなんでしょうね、実際のところは単に精進するだけだとどうかなという感じはしますけどね、その後のことも踏まえて書いたかどうかというところが本当はポイントになるんだと、論文だったら思いますね、本当のところはね。あと訂正のところは特にないかなと思っています。ちゃんとできるかというところでしょうね。であと衣装のところなんだけど、これどう読むかというところですね。読むとね、あのなんだろうな、これずっと見てみると読み方って2つあるんですよ。読むといわゆる公単独で出願したいってずっと書いてありましたかね、問題ビルと公と都が共有になっていてって問題があったではないですか。で相談を受けてしまってこのまま出願してもいいんでしょ、やろうと思ったって。で共有関係で登録になれば実施ができますからね、公としては。公はともかく公だけで単独で取りたいって一言も書いていないですよ。でこの場合どうなるかっていうのは本当あるんでしょうね、多分。だけど一般的に言うと公が取りたいんでしょうね。でそこをちゃんと書いて書くんだったらいいと思うんですね。であれば通常通りの多分答案になるかと思います。そういうの見ましたかね。で僕は多分自分でもし書くんであればこれ55点も点数があるでしょ、配点が。多分関連1本だけだったら55点っていかない感じがするんですね、書くんだったら。であまり不安こう言いたくないですけどどうなるかなって少し思ったところです、個人的にはね。ただ自分でも多分これこう単独でって書くと思います。おそらくそう書きましたよね、こう単独で取りたいんだっていう前提ね。だって一応書いてあるのはこれ見ると、その一方でこうはデザイナー推しと共同しって書いてあって、こう単独で取りたいと一言も言っていないでしょ、この部分については、でこれをどうするかっていうところは本当は問題なんでしょうね、もし共有関係で出してしまったらどうなりますかね、多少取り扱い違ってきますね。でもしこう単独で出してしまったら多分今日ずっと話しているような話になるんじゃないですか、連鎖的関連衣装って話になるんで問題が全くないって話になって、本当は2つ筋ができるはずだと思うんですよ。でもし1つにしたいんだったら私はこう読みましたって普通書くべきなのね。でそうすればこれ全く傷がないですね、そこは。うまいとはの書き方ってのはそういうことを言うのであって、そこはまあ一番のポイントになると思うんですけど、まあ一般的にはこう単独で取りたいんだっていう前提で書くんでしょうね。でもそう書いているものではないし、これ見ると一応公と都は共有になっていてって書いてあって、公は相談をしましたと言ってるだけなんで、どうしますかと言ってるだけですよね、そこは。これ難しいかなと思ってね、そこのところは。
どう見るんでしょうという感じですね。あと問い2というところなんだけど、問い2については、まあ、これ趣旨の公弁ですね。で論述形ではないので、まあ、分かると思うんですよ。先使用権あるいは104条の3あるいはあと高知事の公弁で書いた人いますかね。書いてしまっても問題がないと思うけど、高知事の公弁とあと69条の何項でありますね、そこを書いてってことでもいいんだけど、本当から言うとこれ本当は流した方が綺麗ですね。流れってどう書くのかっていうとこね。通常であれば高知事の公弁ってほぼこれ認めたっていう理解がないんですよ、うん、中山先生が見つけてきた考え方ですね、学説上で。裁判には1件か2件あるだけです。だって条文の規定がないからね、ここは。でだからこれは認めがたいと書いて次展開しっていう方が本当は綺麗ですね、書くんだったら。でも点数が45点しかないってことがあるんで、どうかなという感じがしますね。羅列すればいいのかなという感じがします。でこれに対して商標ですね、商標ね。で商標なのですが、うん、問題地のところにこれは説明することはないと思いますよ、まあ、金銭的請求権の発生要件あるいは効力および行使時期ないしは消滅について書いてくれませんかと言ってるだけなんで、まあ、単なる一行レジュメに近いですね。これは、まあ、ちゃんと書ければいいっていうだけですよ、ここで。問題はね、問題の2っていうところになりますかね、ここね。どのくらい皆さん書いてるのかな。パッと見た瞬間4条1項3項だよってのは分かったと思うんですよ、ここね。で防護も登録になっているっていう前提なんで、どういう関係になってるんでしょうってまず考えますよね、おそらく。でまさか41号12号関係ないしってことになりそうだね、まあ、まずそれが一つっていうところと、あとですね、どこにこれ書くべきなのが、カッコ4のこの文論ぜよって何を書きますかね。論じるんでしょう、論じるんですよ、説明ではないです。これ一番加点自由って話になるんで、何を論じたんですかね、ここは。ここですよね。もともとこの規定って41項3項って1と6ってなかったんですよ、昔はない。でまかり間違っても更新登録出願制度が変わってしまったんで入ったのだと言ったら、これ間違いですよ。そうではないから、あれ設定登録になった後にそうなったので、更新ではチェックをやっていたのです。平成8年改正までです。でそれがなくなってしまったので、どこに行ったかというと、高圧無効審判に行っております。ここではないです。これ審査の条文ですよ、41項3項って。そう書いちゃうと本当は間違いです。でアホはそう書いていないよね、ここ41項3号のところが、なぜこういう意図がロッて入ったかっていうところです。そう書いていないはずですよ。よもや更新登録出願制度からなくなって更新申請制度に切り替わってしまったんで、これができたと言ったら、これは絶対間違いね。だったら立法作業の状況って何年もあったんですよ。8年改正でもなくなってしまってるんだから、更新登録出願って、ね、でそれが担保されたのが後発無効自由に意図移動してるんです、そこが。じゃあこれどうして入ったんでしょうね。条約の優勢ですよね、6条の3というところの 1C かなんかですよ、そこに書いてあります。で昔から不正競争防止は実は書いてありました、あったんです。でも商標なかったのね、いいとろっていう規定がなかったんですよ。だから昔受かる前ね、もらったことがあります、41項3号って。で反論しようがないじゃないですか、もらったとしたって。当時反論しようがないね、同じだって言われたら終わりですから。で商品関係については問うているわけではないので終わるわけですよ、その場合。で昔からおかしいなと思っていたんですよ。でそしたら超書いてありましたね、もともと審査でちゃんと担保していましたと。本当かなと思うけどね、やっていたんでしょう、そこは。でもそういう類例がたくさんなっちゃったんで、やっぱ向上しないとまずいことになったんで、ちゃんと明確に書いたんだってことを書いたとね、多分そう書いてませんかね、そう書いてるはずなんですね。23年改正が何かで入ったんだね、リトロって。で本件はといって多分書くんでしょうね。じゃなかったら論じろってことに多分ならないと思いますよ、どこは。で条約からもし書けるんだったら加点でしょうね、6条の3というところです。そこの、1A だっけね、 1B か 1C かそこですよね、なんかありますよね。でそこから来てるんですね、もともとはね。ちょっと見ましょうかね、6条の3のパリだと不況が17かそこらにありますよね。これは昔から実はありました、請求書保証ってありました。で商標版のところについてなくって、6条の3のこれは 1C か、そこに書いてるね、当該国際機関と当該紋章、旗章、旗章、略章もしくは名称との間に関係があると誤認、公衆に暗示するようなものでない場合についてはって書いてあるね。でこれが書いてあるんだけど、商標に規定がなかったんですよ。でいい加減じゃないけど適当にやっていたのかもしれませんね。でも審査上ちゃんとやっていましたと。でも経済産業省令で
登録になっている類例がたくさんなってしまったんで明確化したんだって多分書いてあるんだね。本当はそれを書いた上で書く方が妥当かなと思います。だったら論ぜよってことになるかなと思ってますけどね。そこ一般的に言うと今年の試験はどうかな、コロナの影響があったんで少し変わったかなっていう感じはしますね、うん。まあ、皆さんどう言ってるのかわからないけど簡単だったのかね、ビルト。ただ簡単であったとしたって相対評価ってことは変わりませんからね。絶対評価ではないので相対評価でしょ。みんなが良かったら当然上がるんですね、偏差値が。となると、あまり体制に影響がないってことでしょうね。だから積極的に失点しない方、あるいはちゃんと守って書いてきた方、多分受かりやすいんでしょうね、試験としてはね。まあ、だからどうなるかっていうのはこれからなので分かりませんね。書けなかったと言ったら、みんな書けませんでしたと言ったら受かるでしょうし、そこは。ね、で書けたと言っても、みんな書けてるんだったら落ちるでしょうし、これ分からないですね、そこは。ということは最後までずっと勉強してくださいってことを最後言いたかったんですね。で1月のこれ末でしょ、発表になるのって。でその間全く勉強しませんって話になるとどうしますかね。言いたくないけど、もし落ちてしまった場合、来年多分試験っていつか分かりませんけど、他の試験って通常通りやることになったんですよ。だったら通常通りかもしれない。もし三振しちゃったらどうします。担当5月にやりますよ。間に合わないって話になるかもしれない。だからそうならないようにちゃんとやっぱり口実を前提として勉強してもらいたいんですね。じゃないと1年間勉強してることにならないんですよ。僕の時もよく言いました、何年もやってる人って。でもね、大体やっていないの。1年間このくらい、まあ、当時は、今11月で普通これ発表になるんで、こっからずっと2月くらいまで休むんですよ。で休んでそこから勉強しなんで8月間くらいしかやっていないのね。だったら落ちますよ、それは。でそうしないように、まあ、今日からじゃなくてもいいけど明日からちゃんとしっかりとやっていただきたいと思っています、ね。まあ、たくさんの方が受かってもらいたいんですけど、試験って落とす方がたくさんいますよね。で仕方がないところなんで、そうならないようにしっかりと勉強していただきたいと思っております。じゃあそれはそんなことなんで、ぜひね、公実まで行ってもし行くんであるならばしっかりと勉強してください。あとになってどうにもならない公実試験なんで一番緊張しますよ。公実って担当でも論文でもないのね、公実です。僕が一番やっぱり緊張したのは公実試験なんで、そうならないようにっていうことですね。で、ということで、ぜひ勉強していただきたいと思っております。今日はお疲れ様でした。